関脇若隆景、苦しい場所となっています。今日の相手御嶽海、若隆景の場所前のインタビューがあります。ご覧いただきましょう。まあ、満足する結果ではなかったので、また今場所しっかり一日一番しっかり相撲取れるように頑張っていきたいと。まあ、去年の優勝から1年あっという間だったんですけど、まあ、1年間この地で相撲取ることもできましたし、まあ、また新たに上の番付、目指していきたいなというふうに思います。1年前のこの大阪場所で初の、まあ、自身初の幕内最高優勝だった若隆景、まあ、なかなかその序盤で白星をうまく取れないですとか勝ち星が伸びない時もありながらも、この地位を終わってみればしっかり守って、次の場所次の場所と一場所を重ねてとは言っても、この今場所に限って言うと、この4日目まででまだ初日が出ていない、非常に若隆景としてももどかしい感じがしているでしょうね。もどかしいですね、うん。まあ、3連敗スタートが、まあ、本当に序盤がちょっと、どっちかというと、はい、苦手みたいな、はい、印象が、ね、ありますけれども、はい、4連敗というのはところだんだん心配になってきますよね、うん、そうですね。何か変化みたいなものは感じますか、先場所、例えば先場所と比べて。ちょっと、うん、体全体が小さく見える感じですね、はい、そうですか、うん、それはなんかどこか不調なのか、はい、まあ、怪我してるのか、うん、それともちょっと精神的にちょっと自信がないというか、うん、何かなんかそんな風に見えるんですよね、うん、小さく、まあ、その何かしらそういうものを感じるというのが、うん、まあ、実際どういうことかは分からないですけれども、うん、強くて好調の時というのはまた違う印象を持ちますよね、うん、やっぱり大きくね、はい、肌ツヤがいいように、ね、はい、見えますからね。関脇の若隆景、相手は大関経験もある御嶽海、この二人はね、まあ、御嶽海は大学の先輩ですからね。先輩ですよね、まあ、はい、思い切っていくだけですよね、手の内はもうお互い知ってるわけですし、はい、その意地があって勝つという一番も御嶽海これまでの対戦では見せてきました。若隆景としてもその先輩御嶽海を破ってここでなんとか流れを変えたいところです。実力者ですからね、元大関ですからすね、まあ、いいきっかけになりますよね、はい、強化というかですね、見えている大きな声が、さあ5日目、若隆景とタオルを、ね、揺らして、はい、応援するお客様、初日を出して反転攻勢に行けるか若隆景、大学の後輩御嶽海、若隆景を破っていくか。珍しく若隆景、珍しいですね、うん、若隆景がやっぱりね、人間ですからやっぱりどうしてもね、はい、焦りますよね。焦りますね、連敗だと、はい、この後ですね、こう立ち合いが合わなかった後、改めて下からつけ左の上手、若隆景残りましたね、残りました、ここはい、土俵際投げ、うん、初日が出ました、若隆景初日、考えたら大きな話ですが、今物いいですか、おっと
どこ今の物言いはどこでしょうか。勝負そのものか確認なのか。若隆景の膝がついたか、ついたかどうかですか。足が出ていた。もうちょっと膝がちょっとガクッとなった時に、はい、もう一度見てみましょう。ここで、これですね、はい、あ、ついてるようにも、あ、ついてるな、ついてますね、ついてますか、これは、はい、ついてますか、なんか粘ってるような、ギリギリ粘ってるようにも見えますね。今あの膝に砂ついてるか確認すればいいんですけどね。あーはーはーはー、もう払っちゃってるかな。あ、ないですね。あれは非常に微妙ですね。あ、絆創膏がなんかついてますかね。払っちゃってるかもしれないですよね。本人は分かるわけですからね、感覚、あの地面に足がついたかっていうのは。あ、なるほど、うん、ついたように見えましたね。そうですか。でもよく審判の方が見てましたね、はい、見てますね、やはり、まあ、今の競技が行われています。物言いがついて本人に聞けないですしね。そうですね、聞いたところでついたと言わないですし、非常にあの土俵にこう土俵際で粘って、うん、粘ってですね、なんとか粘ったというふうに流れの中では見えたんですが、どうでしょうか。これはやっぱりちょっと慎重になりますね、競技も。はい、この土俵際で、あ、これ行司さんの足踏んじゃってるからバランス崩したんですね。あ、滑ったとかじゃないな。なるほど、あ、確かに、あ、なるほど、この腰が、あ、なるほど、うん、足の裏ってね、土俵の上の平面をね、はい、踏ん張ってるわけなのに、そこになんか何かが、はい、何かを踏んづけちゃったっていうと、びっくりして、変に反応しちゃいますよね。そこでちょっとバランス崩したかもしれないですね、はい、木村玉次郎のこの後ろに回っていくところの、はい、玉次郎さんの足踏んじゃったんですね。あららら、何かあのバランスがね、急に崩れたようには確かにありましたけれども、そういうことか。こういうケースっていうのも、まあ、うん、そう、流れの中で起きることですから、ね、飛んだとばっちりだ。これはなかなか競技も難しいでしょうけど、どんな、どうなんでしょうか。まあ、待っている若隆景としても、ここで、まあ、今競技が終わりました。自分もちょっと足ついちゃったように見えましたか。見えました、はい、さあ聞きましょう、説明を。ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は若隆景に上がりましたが、取り組みの最中に若隆景の膝がついたのではないかと物言いがつき協議した結果、若隆景の膝はついており、行司軍配差し違えで御嶽海の勝ちといたします。大阪のヤジが、あ、ヤジというか同様というか、そうですね、今館内からもお聞きいただきました。行司軍配差し違えで御嶽海の勝ちと、ざわざわとした感じが残りました。やっぱお客さんはこう一瞬のあれですか、はい、多分みんなほとんど見えてないですよね、はい、私らはその VTR 見て確認してるからですけど、はい、やっぱついてたってことですね。うん、もったいないというか、まあ、今場所はまあそういう運もね、そうですね、せっかくこうやっていい出し投げでね、出し投げが決まったんですが、若隆景のらしいところも見えたんですけれども、まあ、玉次郎の後ろに、玉次郎さんが後ろに、ね、うん、回ったところとか、突き膝、突き膝で突き膝で御嶽海が勝ちました、うん、相撲でこうやって勝負に負けたっていう感じですね、はい、感じがしますね、はい、さあ若隆景明日は竜で、御嶽海明日は貴景勝です。なんともこう、ね、お客様もざわざわっとした感じが残りました。つきますね、はい。